ジャパニーズどら焼き。な、膨らむ。そう、す、吸わせるんですよ。下からどら焼きを出して。なんかやだな。まず皮だけ。どうですか。うん、あの番組ダメ、嘘ばっかだ。両方とも台無しになって終わりじゃないですか。そうです、すごい。しかもだって、ではラーメンもあえてすごい高級なもん選んでますよね。そうですよね。これいくらですか。まず、面白い。これゴミ箱でしか出会ったことない。そう、組み合わせ、組み合わせですよね。多分エースコックでやるとうまいのかもしれない。へえ、リベンジの予感。じゃあ次、次はじゃあぜひエースコックでやってください。うん、今回は芳醇巧み、うまなんていうことでしょう。超がっかり、超がっかり。